鈴木義雄は日本の海軍軍人。海軍中将。全名は義雄。主な軍歴を第二艦隊に歩み、太平洋戦争において軍令部、第二部長、第三戦隊司令官を歴任。マリアナ沖海戦、レーテ沖海戦に参戦し、台湾沖で戦死した。鈴木が艦長を務め、後ともに戦没した戦艦、金剛山形県出身。 新城中学を経て、海軍兵学校40期を卒業。席次は144名中29番。鈴木は、海軍大学校公開学生を修了した、公開科専攻士官で、従順洋艦、過去など4艦の航海長を務めた。大尉で、第一艦隊参謀を務め、海大公主23期を修了。高木武雄、角田各寺、田由井城らが同期生である。 中佐時代は、欧米出張を経て、日本海軍の前進部隊である、第二艦隊の参謀に就任。司令長官は、末次信政、参謀長は、中村亀三郎であった。大佐時代は、旧カ手艦、間宮特務艦長、海外教官、中万海軍部参謀長などを歴任。第二艦隊では、主力艦である、従順洋艦、マヤ、戦艦、金剛の、 各艦長を務め、ついで同艦隊参謀長に就任。2年弱の任期中司令長官、小上根一を補佐した。在任中の1939年11月15日、少々に昇進している。軍令部第二部長として、太平洋戦争を迎え1943年7月まで、務めた。軍令部第二部は、日本海軍の戦備、補給などを担当する部署で、 公認者は黒島亀戸である。第二部長時代は潜水艦研究委員会委員長も務めている。第三戦隊司令官に就任し、高速戦艦、金剛、春名を引き、空母部隊の護衛として、マリアナ沖海戦に参戦。冷凍機海戦では、戦艦に、重巡4、軽巡1、駆逐艦6を引いて、第二部隊指揮官として参戦した。 同海戦から日本へ帰還の途時に、馬市海峡にて上官、金剛が来撃を受け沈没。鈴木は艦長、島崎敏夫らと共に戦死した。鈴木は1943年5月に、中将へ進級しており、特別進級はなかった。直涼海戦に共に参戦した、うがきまといは、鈴木の同期生であるが、うがきにとって、鈴木は、親友。 主ゆと述べる存在であった。鈴木の妻は、海兵十三期出身の海軍中将、東郷義太郎の娘である。義太郎は、東郷平八郎の親族で、鈴木は、人事局員在任中、元帥である東郷の副官を務めている。連合艦隊参謀長の海装第六部、冷凍機海戦、戦争6、第四節海戦後期、 第3編第3章第22節第7三列印並み関係員、官報第451号、助人及び、事例1914年1月31日、官報第1040号、助人及び、事例1916年1月22日、官報第1930号、助人及び、事例1919年1月11日、ありがとうございます。